はい、銀座コリドー。 Yes、 誰もいない。知ってる銀座コリドー、来たことある？いや、ないかも。ないんだ。この人はいつも来てんだよね。違うよ。あの、ここはサラリーマンが女の子をナンパするっていうスポットなんだよ。だから仕事関係しか来てない。昼間しか来てない。そうそう、夜来るとね、多分10秒に1回ぐらいは誰かに声かけるって感じ。見かけたことある？はい、じゃあここです。美味しそうじゃん、メニュー、うん、ソーセージ、プレッツォ、チー、ザワークラウト。味はどうかな？味はどうかな？味は気になる、うん、あ、じゃあまずこれ、ちょっとドイツ、あのビールをビール、ドイツビール、人によるよね。あ、これ家がマイスターマンじゃん。風邪ひいた。風邪ひいた。風邪ひいためっちゃ効きます。わかるわかるわかる。家がボムって知ってる？知ってる知ってる。レッドブルに。ああ。家がマイスターマン。ああ、知ってる。みんなそのまま。みんな一緒にする？とりあえず。Okay、じゃあこの1300なんで。すいません。このサイズドイツにはない。そうだね、みんなあのでかいやつ500リットル。あ、じゃあこれ行こう。500リットル。これがハーフサイズ。じゃあこれください。500を3つください。はい。あと何がいいの？ドイツルール知らないよ。今日も皆さんお疲れ様でした。乾杯。乾杯。プロスト。プロスト。これはドイツで半分のサイズ？ハーフサイズ。でもさ、これ300cc 書いてあるけどさ、これって 300cc なの？いや、これ 500cc。 あ、だよね。いや、300cc じゃちょっと違うっていう話だったからさ、500cc にしたけど。でも1リットルとかってこの倍だよ。どうなってんのこれ？いや、炭酸マースっていう、まあ、奴隷客自分のトップとか持っていくことある。あ、そうなんだ。持っていくんだよ。置いてあるんだ。そうそう、置いてある、ね、うん、こんな感じ。あ、長さ的にはだいたい同じぐらいだけど、太いんだ。太いんだ。うん、でも炭酸なくなるから、それからみんなスピードが速い。そう、スピードが速いんだよね。いい匂いする。すげえいい匂いするよ。うん、そしてこれはマスタード。マスタード、めちゃめちゃうまいよこれ。甘い？うん。じゃあ何味？ソーセージ味。適当すぎる。まあ、食べてみてよ、もう。でもマスタード味になると。おいしい。何味しろ。まあ、バジルソーセージ。あー、多分色的には。そうかもしれない。そうだと思う。だってバジルの香りするもんね。これはパプリカ。外がちょっとカリカリする。うん。あの、ちょっと、ああ、皮みたいなやつ。うん。で、真ん中が柔らかい。うん。いい、これ。めっちゃビールに合う。間違いないね。すべてがやっぱビールに合うようになってるんじゃん。どこの、マスタードはどうすか？おいしい。おいしいね。エキカルでもいけるよ。え、カラーでいける？全然いける。すみません、スパイシーソース、ポテトのやつ。はい、はい、なんかみんなドイツ料理はあんまり、日本食もそうだけど辛くないという想像があるけど、あとプレッツェルください。ソーセージの中ですごく辛いものがある。そうね、ロシア料理はね、ロシアで20年間生きてきて、辛いもの食べたことないよ、ロシアで。で、だからさ、あのヨーロッパとかロシアとか辛いものそもそもあんまりないと思うんだけど、やっぱそうでもない。ハンガリー隣だから、グラスとかソーセージは結構辛いのになる。へぇー。この中で、うん、個人的だとね、うん、あのフランクフルトとこのあのなんかスパイス入ってる。ああ、はいはい、あれが好き。うん、こっ
でもさ、ドイツに行った時はどれが一番一般的なの、ソーセージとしては。スパイスはでも結構入ってます。結構入ってるんだ。この白も結構普通食べる。これでもこれも焼ける。これなんかハーブ入ってる。ドイツの焼きソースにも結構ハーブが。あ、そうなんだ。あとカレーソーセージも有名だよね。カレーカレー。あ、カレーソースですね。まあ、焼きソーセージをなんかカレーソースの、カレーソースを入れてみたいな、うちの野菜、まあ、どこでも毎日見えてるから。ロシアカレー一切ないよ。大体はこうなんかでかいなんて粉のあで自分で作る。なんかもっとあのクリスタルみたいなもっとでかいの塩を全体的に使うのが一番いい。ありがとう。やっとね。じゃあいただきます。暑いよ。猫舌に猫手だから暑い。まあそれそうだよ。あ、美味しい。悪くないよね。うまい。うまい、うまい。ごめん、そう、本物食べたことないけど、これがうまい。これは大体多分成獣で買えるやつ。あ、何？成獣誌って別に置いてある。言ってる、ワイン行くぞ、ワイン。いや、これちょっとうまいよ。シャーカの方が好き。じゃあ、カレー。じゃあ、カレーで。でも、甘くないやつの方がいい。うん、うまそう。そういう感じ。カレーの匂いだ。ドイツは行ったことない。ベルギーか、ベルギー。ああ、ベルギーはビール、すごい有名だよ。うん、でも、日帰りだった。俺はでも、行ったことあるよ、ドイツ。フランクフルト。フランクフルトはもうハブ空港のルフトハンザとか使うと必ずフランクフルト経由になるからさ。なるほどね。辛いのが好きな人はかけて。でもチリの辛さだと思ったらこれ多分カレーの辛さだね。カレーの匂いする？カレーの匂いするよ。しかもバターチキンカレーのマジか。だから辛くなさそう。はい、多分バターチキン。チリソース、どういう人見たことないですか。あ、ほんとだ、カレーの匂いするね。うん、うまい。2015年の発音なんていうんですか。シュペッポグンダだって。乾杯。乾杯。プロスト。なんで私だけはこんなに量が入ってる。なんか飲みやすいよね、うん、フランスっぽいだけどちょっとフランスよりかは飲みやすいっていうか。ドイツといったらやっぱり白アスパラガラス。キュウリじゃないの。キュウリ、はい、あ、これはロシアの味。いや、これドイツ。おばあちゃんの味。キッケルズ食べたことがないです。え、キュウリより全然甘い。私の梅干しの先生が教育。ロシア語でね、乾杯ってないんだって。ないよ。ドイツ語はプロスト。で、昨日フランス人友達と飲んだから、あのフランス人はソンテ、あの健康のためか、あとチンチン。チンチン。でもさ、どっちか、でも決まってないでしょ。フランスとアイラだったらチンチン、フォーマルだったらあのソンテ。ロシアはね、もう一切決まってない。だからさ、あの自分で飲みたいための電話を選んで、誰か一人がスピーチみたいでしょ。そうそう、小さなスピーチでもいいから、じゃあみんな集まってくれてありがとう。そう、やる。はい、乾杯。はい、乾杯、乾杯。ダメだよ。あなた彼女も私の友達の先輩だから答え。私より多く書いてたからね。 いいじゃん、ラッキー。そうした、朝からスイコスイダンスにかまってて、バチあった。コロナの前はちょっとやってた、半年ぐらい。え、マジで。一番かまった時に毎日行ったけど、今は前回は筋肉痛になっていけなくなったりとか、今はね、
首やられていけなくなったりとか、まあ、いろいろあるんだけど、多分外国人だから分かると思うんだけど、日本ってさスキンシップがないじゃん。そうだからスキンシップが恋しくて、バチャタ踊ってみたらやっぱスキンシップできるじゃん。でそれですごいなんかストレス解消になって、すごい嬉しかった。まあホッピングとかは普通の挨拶ぐらいじゃないですか。まあ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 、日本でやらされたらやっぱり、昨日またブラジル友達に会ってやっぱホッピングされてしなかったらあってなって、なるよ ね, なるよね。やっぱ日本に慣れちゃったなって。ドイツでも普通だから。でもそのバチャートだってもうほっぺにあるキスする挨拶はないんだけど、でもやっぱハグしたりとかするから。まあ、スキンシップの話だよ。そうで最初は結構スキンシップ恋しいって。スキンシップ恋しいよ。お前日本人だから知らないでしょその感覚なんか。感覚ないね。海外行ったことある日本人だったらみんな分かってくれるから。いや俺だって海外行ってたから。いやお前も違う、別にどうでもいい。日本人だから違うね。だからダメなんだ。だからおい悲しいな人生だな。スキンシップはどうでもいいってやつ。そもそも他人に触れ合うのはもうほぼ禁止っていう状態になってるじゃん。別にハグとか別にいいじゃん。いや、やればいいじゃん。やってしまったらそれ以上求めてる人が多いよ。ああ、ではクラブじゃ行けばそうかもしれないけど、別に普通にしてたら別にそう、そういうそれ以上求めない。いやいや、だからさ海外行ったことある人だったらそうだけど、行ったことない人だったら違う。恋しいっていうか人肌恋しい。はい、じゃあ乾杯。乾杯。避けるじゃないか。最後の、はい、バイバイ。ラストチアス。あーあー最高。準レギュラー決定。みんなぜひコメントしてください。何ダンス？